あ、どうもクレゴでございます。はい、こちらでございますよ。タイトルの通りですね。まあこれが、なかなか激安のメッキバンパーなんですよ。なかなか結構激安ですよ。あ、ちなみにね、そう、今回のバンパーはフォワードですね。07フォワードでしたっけな、はい、のメッキバンパーでございます。ちょっとオープンします。はい、じゃじゃんと。おお、はい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 、はい、こんな感じでございますよ。ちょっと見えてましたね。こうですね。はい、じゃんと。おお、見た目言うことない。あー、でも、あ、どうですかね。まあまあ綺麗ではありますよ。なかなか全体的に、まあ、ところどころちっちゃい小傷とかなんか気になるところはありますけど、見た目は上等ですね。まあ、ただ今だけなんですよね。はい、今は上等でございます。そうですね、この手はなんかレビューとかが見つけにくかったりするので、前はですねちょいちょい買い手はありましたけど、もう最初にお伝えしますと、まずサビで、まあ、今回このタイプどうかわかんないですけど、なんか取り付け穴がポン付けじゃないと。まあ、見た感じ結構綺麗には見えるんですけどね。でもバリはどうなのかなって感じですね。まあでもこれがメッキ薄いとかな、ほんと見た目めちゃめちゃ綺麗なんですけどね今は。まあただ過去にも、はい、付けられた方トラック、あ、まずサビきましたね。ですぐ上にクリア塗ったんですけど、やっぱ飛び石で、クリア剥げちゃって、そっからサビ。まあその売ってるお店をこうなんかに対して、文句言ってるわけじゃないですけど、うん、まあでも文句と一緒のような感じですかね。まあというわけで、はい、これを少しでもですね綺麗に長持ちをさせるために、今回はまあ後ろにサビ止めのシルバーと、表側にクリアですね、はい、塗っていきます。まあ若干もう錆びきてますけどね、なんかこの辺の隅々、はい、お乳の状態でこんな感じでございます。もう若干ですけどね。あー、てかこうやって見てもらったら分かりますか、このバリな感じ。これもちょっとアップでじゃないと分かりづらいんですけど、このギザギザな感じですね、この辺とか、まあこの辺とか、はい、なかなかギザギザなんすよね。お目で見たらめちゃめちゃ綺麗なんすけどね。まあ、とにかく脱脂をして、ですね、塗装を乗せとくのみなんすよ。もう、わ、てかバリ危なこれ。まあ確かにですね、まあ、ジェット井上製とかがいくらだったっけな、7、8万で、まあ、純正メッキはなんか14、5万とかするんですかね。まあ、それに比べてこれは、フォグ付きで2万。しかも送料入れて2万ちょっとぐらいですもん。まあ、送料も意外と安いですよね。あー、これ隅々きついな。このフレームとこのバンパーの隙間、ちょっとハケも入らないしどうしようもないですね。なんか塗料がなんかにどぶけとかないといけないレベルですね。これ拭いてるだけでタオルにサビがついております。もうちょっと多分ドブ付けというか、このメッキを濃くすればその心配もないんじゃないかなって感じなんですけどね。やっぱりこう安く提供するためにそんだけこうコスパを良くするじゃないですけど、まあそりゃその時はいいですけどね。まあとりあえず、表にちょっと少しでもメッキがつかないように、あ、メッキじゃなかった、シルバーが漏れてこないように養生しておきます。さあ、とりあえずですね、表側の、まあそのメッキじゃなくてこの下地、まあ、シルバー錆止めですねから塗っていきます。ああ、もうちょっとちっちゃいハケ買ってくれたらよかったとか。これはシルバーコート油性強力錆止め剤配合、国内外の鉄部鉄製品です。さーてと、ああ細いやつがいいなこりゃ。まあいいや、溶接跡とか絶対すぐ錆びますもんね、間違いなく。
密着の塗ってないですね。そういえばこっち側は、あー、ここの奥塗りてえな。うわ、メッキんところにギリギリじゃない、ついとる。表が完璧に養生した方が良かったっすね。とりあえずこの多分ナット周り関係とか絶対ちゃんと塗ってた方がいいんですよね。理想はもう隅々までドビャーって塗っときたいんですけど。よし、うわ、もうビニールにシルバーが、ほら、いかよいしょ、表側がシルバーだらけになっちゃう。さあ、こっち側ですよ、問題は。これだけささっと塗っていきます。ちょっと垂れるほど塗ったら間違いなく染みてた表までいくので、まあ軽く拭けばいいですけどね。あ、違う、その前に下らへん特に密着のを拭きます。ムラなくスプレー、まあ裏はちょっと適当でもいいんでですね、はい、これでちょっと10分15分待ちます。はい、もうちょっと板金軽く考えてましたけど、やっぱこうギリギリのところは絶対マスキングしてた方がいいですね。ということで、あ、一周貼っちゃいました。で、まあ本当はもうみっちり綺麗に塗りたいんですけどね、まあ、塗りにくいっていうのと、まあただただこうなんとなく塗るよ的な感じのレベルなんで、もうはい、あのざっとで塗っちゃいます。まあでも理想は、隙間なく綺麗に裏も塗ったがいいですね、間違いなく。じゃないと、絶対錆びます。まあでも塗るのと塗らないのじゃ、こんだけ塗るだけで多分かなり持つと思いますよ、錆び具合がですね。全然錆びないと思います。そのままだったら多分もう一度の雨、まあ下手したら1週間ぐらいでもう錆び始まると思いますよ、うわっていうぐらいまあ表はメッキが多分まあまあ乗ってると思うので、虫とか飛び石にやられない限りはそれなりに綺麗なままだとは思いますけど、てかこのバンパーマジでボコボコ、あ、作りがですね、作り前側も完全に養生してこうガンでわーって塗った方が早かったかもしれない。刷毛は時間かかる。ああ、ちょっと地道にちまちま塗るだけの作業になりますので、はい、スキップします。では、はい、じゃじゃんと、はい、一応シルバーになりました。まあちょっと近くではちょっと見られないですけどね、ハケ塗りです、濡れてないですっていうところがあるんでですね、まあまあボランティアなんで、はい、これぐらいにサービスしとってあげますよ、はい。というわけでちょっと今度表にクリアですね。さあ、ではちょっと塗っていこうって思ったんですけど、隅々からシルバーが垂れて出てきてました。ちょっとよろしくないですね。まあ出しついでにちょっと軽く拭かないといけないですね。うわー、シルバーが隙間から出てきた。はい、めちゃめちゃ熱心に、脱脂をいたしました。なかなかなツヤツヤが、はい、生き返っておりますよ。まあクリア塗るんでですね、ちょっとでもモヤモヤ残ってたらそのままクリア残っちゃうんで、クリア拭いて残っちゃうんで、絶対こう綺麗にしとかないといけないですよね。さあ、じゃあまずはですね、はい、密着ロン拭いていきます。じゃあ
10分15分ですね。また待ちます。もう5分だったかな、10分ぐらいですね。ではでは、まあ、10分ぐらい経ったと思うので、10分15分ぐらいクリアを塗っていきたいと思います。510ベースクリアですね。ウレタンか、多分ウレタンクリアでしたね。これも51なんで、これ5対1なんですよね。2度塗りから3度塗りでいきたいと思うので、ベースに対して 50g の時に 10g ってことですよね。5対1、どんぐらい、2度塗り3度塗りぐらいはしたいですね。100の時に20。ああ、めっちゃ垂れた、もったいな。エコシンナーは10から20って書いてますね。まあその気温とかによって違うってことなんですかね。だからちょうど100に20入れた時に10から20ってシンナー書いてあるので、少しでいいとか、だいぶ少しでいいな。ハイブリッドエコシンナー120 140、なんかドロドロじゃね。まあ書いてある通りに作ったんですけど、まあとりあえずこれでやってみます。じゃあとりあえず塗っちゃってみます。濡らしすぎかな。なるだけ垂れないように薄く広く塗っております。一応これで1回目、はい、完了したいと思います。30分ぐらいですかね、待ちたいと思います。いやどうですかクリア塗ったのかなっていうぐらい、とりあえず金ピカピンになっております。金ピカピンにいい感じの話じゃないですか。意外とメッキ自体の塗られ方も綺麗ですもんね。もっと外れ引いた場合って、途中途中がこうもうモヤモヤしてますもんね。輝いてないんですよ。めちゃめちゃ綺麗に打ってますもん、自分が。なんか体型が、まあとりあえず、はい、いい感じじゃないでしょうか。それでまた30分待ちたいと思います。さあ、はい、別に表面触ったりして階段の癖かなんかわかんないですけど、30分も待たなくていいですね。触る場合とかだったら30分以上待ったかいかないですけど、ということで2回目塗っていきたいと思います。ああ、何かよくわからんすけど、ポツポツがおります。これだから青空がきついんですよね。でも結構たまるんじゃないかなっていうぐらい、クリアは透けてると思います。5対1はね、結構分厚いんでですね、まあ、だから、まあ、こういうガード系にはちょうどいいかなっていうようなクリアなんですけど、はい、2度塗りでこんな感じでございます。この辺のポツポツちょっと分かりますか。この辺にあるんですけど、もうちょい分厚めに塗ったがいいとかな。まあでも結局飛び石とか、まあカブトムシとか高速でぶち当たったら結局剥がれはするんでしょうけど、まあ、塗らないよりかは絶対いいですね。まあでもとりあえずこれで、まあ、錆防止はだいぶ良くなったんじゃないかなっていう感じですよ、これで。はい、はい、まあというわけでですね、この激安のメッキバンパーですよ。とりあえずだから最低限ここまではしないと間違いなくすぐ錆びますということでございます。自分もですね、結構前にまあまあ安いオバキューバンパーですかつけてたんですけど、まああれもこれぐらいのメッキだったんですよ。最初見た時に、おお、なんか十分じゃねみたいな、そんな錆びないやろね。
と思ってたら何の、はい、もうすぐ裏は錆び取るし表面はなんかもうすぐ黄色くなってきたしみたいな。であれもオバキューも、すぐクリア塗ってましたね。まあ、塗ってたんですけど、まあ、密着ロも拭いておらず、あの時は何で塗ったのかな。でも普通の2液タイプのカンカンかなんかのあのクリアを塗ったんですよね。まあ、だからでも飛び石ですよね。飛び石とか虫にやられてこうベラリって剥げてましたもんね。でその剥げたところからこうなんかもう薄茶色のこう垂れてるんですよね。ほんと今現在は綺麗なんですけどね。まあそういうのを考えればですね、まあ、7万ぐらい の, あのジェット製とかですか、高い方ですねが手間はかかんないですね。これはかかりますけど純正はもっと倍ですけどね。でも純正、今自分のやつ純正メッキバンパーですけど、まあ錆びませんね。まあ裏はもちろん若干の錆びは来てますけどね、裏だけは来てますけど表は、全然錆びません。メッキが分厚いっすね。やっぱさすが純正、全然違います。まあそりゃ純正つけれるんだったら純正がいいですよね。ほんと値段倍ですもんね。十何万、十四、五万。まあ、ジェット製もまあ意外と綺麗じゃあるんですけど、それこそ裏の錆びが結構早かったですもんね。まあ10年とか多分そんぐらい普通に乗ってる分には全然問題ないですけどね。問題はこの2万円の、はい、非常にお手軽な価格ではあるんですけど、まあ、その辺の問題がっていう感じでございますね。まあ、価格の思考っていう感じでございます。はい、まあだから皆さんも、まあまあ、別にですね、うん、4、5年サビンマンもいけるのかな。だから4、5年経って錆びたらまた変えるか色塗るって思われるんだったら別にそのままでもいいかもしれないですけど、いやもう10年ぐらいこうずっと乗り続けんばって思われるんだったらせめてジェット製とかですかがいいんじゃないかなと思いますね。か、まあ別にメッキこうやってクリア塗れば、まあ高速乗らなければそんなないんじゃないかなって感じですよ、錆び。はい、まあその辺はこう皆様の懐じゃない、何ですか、お財布事情と、まあ、ご相談してからの、まああと手間暇ですね。はい、まあ、というわけで、はい、なんかこうお安いメッキバンパーを買うと、どうなりますよ的な、はい、動画でございました。コーナーでもそうですもんね、メッキでもメッキミラーはある程度いいやつばっかり多いですけど、コーナーは当たり外れありますね。安いのは安い、まあ当たり外れ、うん、安い型でございます。まあ取り付いた写真あげれると思うので、まあはい、最後、その写真を、まあただメッキバンパーだけですけどね、他ノーマルかな、あ、ミラーがメッキカバーやったかな、あのトラックは。ってな感じで、まあ安いメッキバンパーを買うと、まあ、サビ処理を間違いなくしないといけないという感じの動画でございました。はい、最後までご視聴ありがとうございました。まあ、少しでもいいかなと思ってくださいましたら、グッドボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。引き続きまたよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。では、はい、ちなみについた感じはこんな感じなんですけど、まあパッと見問題ないですね。ただこのフォグのズレと、このなんかステップのズレなどもいろいろあったみたいで、しかも取り付けも若干加工が必要だったみたいですね。まあやっぱり値段型って感じなんでしょうか。では。